戦時体制とは、近現代の戦争において、国家が戦争遂行を最優先の目標として、その達成のために各種の政策を行うことを言う。対立概念は、平時体制。軍事工場に動員された、女性戦時中のポスターフランス革命戦争期の、フランスでは、史上初の国民総動員体制をもって、恐怖政治のもとに戦時下の非常処置が取られた。 戦時体制下においては、軍需物資の生産を極大化するために、企業や国民が組織化されて動員が図られ、しばしばその目的の障害となる国民の私的領域である人権やプライバシーの抑圧が伴う。第二次世界大戦では、日本は1938年の国家総動員法制定、1940年の体制翼3回及び大日本産業法国会の、 結成により世界経済から孤立していったソビエト連邦の戦時共産主義政策をモデルケースとする戦時体制の確立をした。しかし航空機の生産機数や素行生産量など各種の指標を見ても日本はアメリカ合衆国やソビエト連邦はロかイギリスやナチス政権下のドイツにも及ばず経済政策としては成功したとは言えない。 ただし元々の生産目標値が平時比較で課題すぎた面もあること。また、世界恐慌の影響からいち早く回復した日本は、戦時体制移行直前期の時点で相当高水準な生産量に達していたため、この時期との比較においては他国より低い値になっているのも事実である。しかしながら、経済統制の手法は戦後の経済政策にも活かされていく。 企業構造や財政システムなどにおける日本特有の要素は戦時体制を延言とするものが多い。戦後の日本の社会体制に対しても戦時総動員体制に危険を持つものを指して戦時体制ということがある。国家総力戦に勝つためには戦時体制によって国家のあらゆる物的、人的資源を最大限に動員し活用する必要があるので徴兵され、 戦地に送られた男性に代わり、女性がその穴埋めとして、労働現場で働くことになる。それにより、性的役割分業という社会常識の変更と、偏見の是正と、女性の技能習得と、社会進出が進み、第二次世界大戦後の女性の地位の向上につながったという面がある。危機の時代と呼ばれる1919 19年から1939年には、 19世紀的な階級社会から社会成員を均質化させて人や物を効率よく動員する20世紀型システム社会への転換が起き戦後日本社会のベースが作られた思想の領域では自由主義的な言論が封殺され自極迎合的なナショナリズムの主張が発言力を増した一方で社会論や文化論など多方面への放火が,が生じ 今日につながる問題に取り組んでいた。山上翔太郎、革命戦争日本大百科前書、ただし元々の生産目標値が平時比較で課題すぎた面もあること、また世界恐慌の影響からいち早く回復した日本は、戦時体制移行直前期の時点で相当高水準な生産量に達していたため、この時期との比較においては、 他国より低い値になっているのも事実である。野口幸男、1940年体制さらば戦時、経済東洋経済振興者、1995年、外説日本史創始、畑中賢治、ありがとうございます。